さあ始まったわよ。早速今週の運勢を見ていきましょう。誰かしら宅配？しばしお待ちください。はーい。ああ久しぶり。ちょっと長引くからラッキーお願い。はーい。はじめまして、ラッキーと申します。今日は僕が代わりに占いをします。11位サソリ座。何をやってもうまくいかない。そうでしょ。ほんとかわいそうね。ラッキーアイテムはセミ。セミを見つけたら運気が2倍。10位イテ座。なくしていたものが出てきそう。出てくるけどなんか嫌な感じ。見つけた人が取った犯人よ。ラッキーアイテムはもずく。洗濯機に入れると怒られるわ。9位魚座。恋が実るわ。羨ましいわ。僕も恋愛がしたいな。人間っていいな。8位水瓶座。嫌いな人がいるでしょ。そいつのお顔を思い浮かべてみて。そいつは前世であなたの先祖と殺し合いをしたやつよ。7位お羊座。元彼から連絡が来るわ。忘れたのそいつはクズ野郎よ。あなたにはもっといい人がいるわ。ラッキーアイテムは炊飯器。持ち歩くと運気が40億倍。6位双子座。なかなかいい1週間になりそうね。かもなく不可もなくって感じ。ラッキーカラーはくすみブルー。5位天秤座。運命的な出会いがあるわ。今から10分以内に話しかけてきた3人目の人よ。お幸せにね。4位ヤギ座。今週はいい映画に出会えそう。洋画ね。何か映画を見てみて。ラッキー映画は名言らしい。あれはいいわよね。3位カニ座。ああカニが食べたいわ。カニ好きしたいわよね。ラッキーアイテムはエビ。2位シシ座。どうしたの？絶好調ね。宝くじを買うなら今よ。ラッキーは僕の名前よ。1位乙女座。このモテ野郎とか言って。モテるから何？知らないわよ。少しは私の手相を消して。ラッキーアイテムは森木よ。頭にのせると運気が4倍。12位大牛座。ああやばいわね。とにかくお金がなくなるわ。使わないように貯金して。私に預けたらいいわよ。小屋の奥に隠しとくわ。あそこは完璧。見つかったことがないわ。ラッキーお疲れ様。占いは以上よ。